Hello, what's up, guys? My name is Lee and welcome to my video. ということで、今回の動画、皆さん、編集練習ってどういう感じで練習してますか？よくあるのが、編集練習コースとかでやってると思うんですけど、あれって一回最初からやって、で、ゴールまで行くと、ラウンドを終了させてもう一回やったりとか、マッチングし直さなくちゃいけない時が多いと思うんですけど、今回はなんと、無限に続く編集練習コースを持ってきました。ということで、マジで紙マップになってるので、編集ちょっと早くしたいなとか、このマップは、アップとかにも使えるし、マジで誰でも使えるマップなので、早速ご紹介していきたいと思います。ということでやっていこう。 Let's go。 ということで、早速やり方なんですけど、クリエイティブのここのこちら開いて、でこの一番右のところ島のコードのところに25379852643を入れてエンターとすると、こちらですね。これサムネまだ設定してないんですけど、 Infinite Edit Course 無限編集コースで、プレイとすると早速飛ばされます。でこのマップ一人用なので、パブリックでもプライベートでもどっちでもいいです。はい、ということで入るとこんな感じで始まります。いや、これがねガチで紙マップなんですよ。見てマジで早く紹介したい。過去に何回か僕編集コース作ってきてると思うんですけど、これが一番効率よくアップも練習もできるマップですね。本当に無限にできるんですよ、これ。はい、始まりました。はい。で、始まると、早速何もない状態で始まるんですけど、左側にね、武器があります。ポンプショットガン、ストライカー、プライムショットガンで、アサルトとか SMG。なんでこれ武器がいろいろあるかというと、こちらですね。ここ、英語で書いてあるんですけど、Infinite Wall Replacement。これって、ここの黒い枠に入ると、ボットがこの中に湧きます。で、これを張り替えて倒すとまた新しい壁が立つんですよ。で、倒すとこんな感じで、これはこの編集して打つのでもいいし、これを張り替えてから打ってもいいんだけど、こんな感じ。ただこれ張り替えた後に倒して壁立てちゃうと2個壁立っちゃうんで、そこだけ注意してください。こういう感じで今2個壁立ったでしょ。ほら、こうやって2個立っちゃうんで、それだけご注意くださいっていう感じの練習マップを作りました。で、こんな感じで消えると、こうやってボットもちゃんと消えるので重くもなりません。で、次に、フリービルド。ここはもう建築自由にできる場所ですね。普通に自由に建築練習したい人とかは、ここを使って、建築練習場的な感じで。で、落ちると、ここにまた戻ってきます。で、ちなみにこれ、どこにいても、このマップ上ね、どこにいても、エモートしたら、こうやって戻ってこれます。このロビーにね。で、次に、こう着替えボックスで、これ今ちょっとサムネ設定したいんでバグってるんですけど、ここもちゃんと、編集練習マッチメイキングできるようになってます。で、僕の前に公開した高性能練習マップ、今高性能って言えるか分かんないんですけど、これとあと乱戦16人乱戦とタイマンですね。タイマン除毛で、タイマン除毛のここは自分の他のマップに行きたい時はこういう風に他のマップ入れれるようにしてるので、なんていうの、ここにマッチメイキングして別の島行きたいときは、ここでアップして別の島に、ね、自分の好きなマップに行けるようになってます。で、皆さんこのマップよかったらぜひクリエイターサポートリアン、ここでサポートよろしくお願いします。はい、ということで、本編の無限、何が無限なのかってところなんですけど、一辺普通の編集コースに見えると思うんですけど、まず行きますよ。じゃあこれ一回やってみよう。武器はこの2つでいくか。はい、行くとまず最初にこう行きますね。タイマーが真ん中画面の上にね表示されます。で、こういう感じで、普通の編集コースなんですけど、これが無限に続くって感じなんですけど、結構ね、あんまり難しくしなかったです、今回。なんでかっていうと、いろんな人にアップ的な感じでやってほしかったんで、指を疲れさせるっていうよりは、ただのアップ的な感じ。で、温まったら、おしまいでいいっていう感じの、マップを作りたかったので、あんまり難しくはないと思います。こんな感じで下がってって、下がってきたら次にここですね。これ大体、あれですね。こう来て、で次にここ本当はリセット。リセット練習場だけど、早く住みたい人はこれでやっていいと思う。でもリセットをこういう風に練習できるように設定してます。で、そしたら、こうですね。で、次にこう来て、で、次にこれですね。よくあるやつを入れました、今回は。またリクエストなどあればね、ぜひコメント欄や DM でお願いします。これは建築しながら編集するところ。こういう練習も必要かな。これもっと難しくしたかったら、こういうの建築して編集してもいいしって感じの。自由に難易度決めれるところですね。これは逆、さっきの逆。
で次にここが確かこれだ。そう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 、はい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 、次に建築してこうやって上がっていくやつ。これ途中からね、あの逆さ階段が出てくるからかな。あ、そうそうそう、4つやったら逆さですね。こう来たら、はい、この裂け目があります。でこの裂け目入るとまたここに戻ってきて、またリセットされました。でこれを無限にできるので、これが無限編集コース。前だったらね、ラウンド終了したりして何回も何回もなんかやる感じだったんですけど、このまま普通に進んでいけばまた、タイム上に書いてあるじゃん、これ2分57、僕最速2分39だったんですけど一番よくて。でこれもう一回入るとまたリセットされます。でやっぱ目標があった方がやりやすいかなと思ってこういう感じにしました。本当にスタートと終了を入れなかったら無限に続くような感じになると思うんですけど、やっぱちょうどアップ程度にできて、まあ、無限にこういう風に練習できるよってところを作りたかったので、こんな感じで作りました、ね。で普通に例えばここまで来てちょっと疲れたなと思ったら、これエモートするとね、こうやって戻ってこれます。で一回タイマーも止まってまた帰ってきます。こういう風に本当に無限にできるんですよ、これ。何回も何回も何回もすぐにできるというね、まあ、画期的なマップをちょっと作ることができて、画期的な、なんだ、高性能っぽい感じか。高性能マップ、最新の高性能マップ、編集練習マップを作ることができました。で、ちなみにこのタイムランキングのところは、ここにね、ボタンがあってランキングに入る方法で、まあ、これちょっとあったら面白いかなと思ってやってみようかなと思って、まあ、試しに今回ちょっと、これ導入しました。最速タイムは誰だ？スタートからゴールまでのフル映像。このスタートタイムからゴールまでのフル映像をハッシュタグリアンの無限コースで、YouTube に投稿すると、まあ、僕が見るようになると思うんですけど、ハッシュタグを入れるとね、概要欄にハッシュタグリアンの編集、概要欄かタイトルかにこのリアンの無限コースを入れると多分僕が検索したら出てくるんですよ。でそれでその中から早いタイムの人をランキングにここにね、これから入れていこうと思います。だからみんなにやってほしい、みんなにやってみて、でそこでまあもちろん映像をクリップできない人とかもいると思うんですけど、まあ、できる人で、それ投稿して僕が見たら、ここに入れます。更新していきます。で、まあ、更新頻度は僕が本当にあの時間がある時に見るので、最近結構マップ作ってたりして忙しいので、それでちょっと更新が遅れたらごめんなさい。多分結構遅れると思います。まあどんぐらいだろうな、まあ、最初の方は多分結構見るんだけど、本当に僕の気分なのでここはちょっとテストでちょっと入れてる感じですね。まあぜひぜひ皆さんよかったらこういう風に、ここでランキングの方を見て投稿をよかったらしてください。で最後にこちらですね。まあこのコース実際見て、いやちょっと待てリアン、これ無限じゃなくねみたいな、まあ無限だけどスタートとエンドがあるしみたいな、だから始まりと終わりがあるから無限ってずっと続くことじゃんっていう人もいるのかなと思って、一応ね無限用のも作りました。こっちですね。それが無限編集コース。これ入るとこんな感じで別のとこ、さっきとは別の編集コースに飛ばされて、これね、5個ぐらいシナリオがあって、それがねランダムで始まるんですよ。だからこういう風に壁編集していくでしょ。こっちはもうガチの無限でこう来て、またちょっと今回これだったんですけど、こう来て、はい、次はこう、はい、これランダムですね。本当に5種類の、まあこれもね、今後時間がある時にシナリオと追加して、まあいろんなシナリオがあるようにしたいんですけど、まあこういう風に、無限に続く、まあ、ガチ無限の方、タイマーとかがない方を一応これも作りました。これ裂け目入んないとね、まあこっちの方がどっちかっていうと無限なのかな、もうずっとひたすら練習できるから。まあ、これ以外にもあと2つぐらいあるんですけど、まあ、こういう感じであるよっていうのがね。で、あと、左上に書いてあるんですけど、25分プレイしたら経験値入るように設定してるので、ぜひプレイしてください。まあ、こっちがどっちかっていうメインかな。これはまあ、ちょっと本当に無限だよっていうところを、まあ、簡単に作ったのと、まあ、こっちがアップと、まあ、タイムとかがあるので、まあ、ぜひ皆さん、この編集コースやってみてください。これで説明できたかな。あと、ここね、今入らないんですけど、これ多分公開してないからなんだけど、これボット倒すために経験値入るようになってるので、ぜひここで練習して、ボット倒して経験値も、まあ、簡単に手に入れてください。以上ですかね？はい。という感じで、まあ、今回は無限に続く編集コースを、作ったので、早速動画にして皆さんにご紹介してみました。このコース、いいなと思った方は、ぜひ、概要欄と、まあ、マップコード今います。25379852-6437っていうマップコードで、入れるとプレイできるので、ぜひぜひ皆さん、ここで練習してみてください。という感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この練習マップ、すごいと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。25379852-6437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 。